尾道み城は1964年に博物館として建てられた広島県尾道市にある仙光寺公園の天守閣風の建築物である。付近には戦国時代末期に築城途中で放棄された杉原市の仙光寺山城があったが、関連性はなく歴史上存在しなかった城である。近世の城の天守を模した建築物であり、歴史的な価値はないが、 外観は城であるためにその呼び名がある。市内には戦国期の城跡はあるが、隣の福山市の福山城天守の影響を受け、1964年に、尾道商工会が観光事業の一環として、外観の一部を広崎城天守に模した施設、全国城の博物館尾道城として建設した。建築は、鉄筋コンクリートの3層3階、 暴楼型の停車をとっている。小道駅の北側の丘陵場に立地し、目立つこともあり、小道市のシンボル的な存在になったが、歴史的な背景が全くないために、むしろ景観を汚すものであるという意見もあり、建築当初から厳しい論争にさらされた。1992年に閉鎖された後は廃墟化していた。2018年2月16日、小道市は所有者から、 尾道城の土地と建物の寄付を受けた上で解体して眺めを生かした観光施設を整備するなどの方策を検討した。同年6月に所有者から土地と建物の寄付を受けて尾道市の所有となり、2019年に解体工事に着手。2020年本格着工。2021年1月末までに工事を終える予定である。 郵便番号722-0031広島県尾道市三原屋町。ありがとうございます。